トリカブト保険金殺人事件とは、1986年5月20日に発生した保険金殺人事件。狂気としてトリカブト毒が用いられたことが大きく報じられたほか、司法解剖を行った医師が被害者の血液等を保存していたため、その後の分析で殺人であることが発覚した事件である。被疑者である神谷力は、 事件が発生するまでの過去5年間に事件の被害者となった女性を含め3人の妻を亡くしていた。一人目の看護師とは1965年に結婚。1971年には同じ会社の経理科の女性上司と出会い、10年の間、密かに愛人関係を続けた。一人目の妻が1981年に心筋梗塞のため38歳で死亡する。 この時の一人目の妻には保険金をかけていない。その後、愛人関係にあった女性と同棲を始め、神谷が受取人の1000万円の保険をかけて結婚。1985年、二人目の妻が急性心不全で死亡すると、神谷は池袋のクラブでホステスとして働いていた女性と2月に結婚した。前妻の死から1ヶ月で交際を始め、4ヶ月後には、 結婚するというスピード結婚だった。1986年5月19日、神谷と妻は沖縄旅行のために沖縄県那覇市に到着した。翌20日、二人に誘われた妻のホステス時代の友人三人も那覇空港で二人に合流した。11時40分、神谷は休養を思い出したと大阪の自宅へ帰宅することになり、那覇空港に残った。妻と 友人3人は予定通り、石垣空港業の飛行機に乗り、正午過ぎに石垣島へ到着した。石垣島に到着した一行はホテルに到着し、チェックインをしたが、すぐに突然妻が大量の発汗、保管、手足麻痺で苦しみ出したため、救急車で八重山病院へ搬送された。妻の容態は急速に悪化して、救急車内で心肺停止に陥り、 直後に病院に到着するも一度も正常な白動に戻らず15時4分に死亡した。沖縄県警察は那覇空港から急遽石垣島に来た神谷の承諾のもと行政解剖を行った。解剖に当たった大野陽吉は妻の心を急性心筋梗塞と診断した。しかし心臓の一部に 小さな鬱血を発見するも内臓には病的な異変のない状態だった。また、急死につながる明らかな異常がなかったことから不審に思った大野は妻の心臓と血液 30cc を保存した。この判断が後に事件解決につながる。また、妻の友人の多くが神谷が妻に大量の金品を送り出会ってからわずか6日目でプロポーズをしたことや、 神谷が仕事を公認会計士と言っていたのにもかかわらず、公認会計士名簿に神谷の名前が記載されていないことなどを疑い、警察やマスコミ、新聞社などに訴えかけ始めた。その中で日刊スポーツとフォーカスが反応し、大々的に報じるようになった。妻は神谷が受け取り人である複数の生命保険に加入していた。その金額は4社で、 合計1億8500万円という膨大なものだった。これらの生命保険の掛け金が月々18万円にもなるにもかかわらず、妻は亡くなる20日前にこれらの保険に加入し、掛け金は一度しか支払わないなど、保険の加入方法に不審な点が判明。保険会社は妻が以前神経系の病気で通院歴があったにもかかわらず、 それを契約の時に通知しなかった告知義務違反を理由に支払いを保留したため、神谷は保険金の支払いを求めて民事訴訟を起こした。神谷は自分で作成した手記をマスコミに配り始め、一審の東京地裁は告知義務違反はなかったとして神谷が勝訴した。ところが保険会社が控訴した二審で事態は急変する。妻を検視した大野が 妻の死因が毒物による可能性があると証言したことから、神谷は訴訟を取り下げた。1991年6月9日、警視庁は神谷を別の横領事件で逮捕した。その捜査の過程で、5年前の妻の死が保険金目当ての殺人だった可能性が浮上し、7月1日に警視庁は殺人と詐欺未遂で再逮捕した。 5年前の事件ということもあり、証拠はないものと思われていたが、その間大野は毒物に関する資料を読みあさった、結果、犯行に使用された毒がトリカブト毒であることを突き止めていた。そして保存していた心臓や血液を東北大学や琉球大学で分析した結果、トリカブト毒が検出され、妻が毒殺されたのは確実なものとなった。 さらに神谷に鳥リカブトを69パチ売ったという花屋が現れたこと、神谷が借りていたアパートの親から水道代、電気代料金が異常に高い月があったという証言を受け警察が部屋を捜査した結果、畳から鳥リカブト毒が検出されたため、神谷への疑惑は一層強まった。しかも、神谷に草フグを1000匹以上売ったという漁師が現れたことから、警視庁は、 琉球大学に保存されていた妻の血液を東北大学の協力を得て改めて調べた。すると、フグ毒が検出された。後半では、神谷がいつどのようにして妻に毒を飲ませたかが焦点となった。検察側は妻の血液から毒が検出されたことに加え、神谷が鳥リカブトとフグを大量に買っていたと主張し、 カミヤがトリカブトを69株も買い求めたという福島県西白川郡の鉱山植物店の店主も出廷した。検察はカミヤの自宅から実験器具を押収しており、生前の妻がサプリメントのカプセルを飲んでいたことから自宅でアコニチンとテトロドトキシンを抽出し、その毒を入れたカプセルで毒殺したと主張。殺害の動機として検察はカミヤが 消費者金融から借金をしていたことを挙げ、借金返済のために保険金殺人を計画したとし、妻とのスピード結婚も保険金目的だったとした。その上で、神谷が1981年頃からトリカブトやフグを購入していたことから、急死した前菜も毒殺された可能性を指摘し、自宅から押収した毒物から、 妻の死後も次の保険金殺人を計画していたと主張した。これに対して、神谷は鳥株とは干渉用のために、フグは食品会社を起業するために購入したと反論。さらに、アコニチンが速効性のある毒であり、神谷と別れてから1時間40分後に苦しみ出した妻に対してアリバイがあると主張した。再反論のために、検察は千葉大学に カプセルで聞き始める検証を依頼。すると、カプセルを20、30にしても5分から10分程度しか遅らせられないことが判明し、神谷の主張が正しいかに思われた。ところが、妻の血液を分析していた大野が、後半で、アコニチンとテトロドトキシンの配合を調節することで、互いの効力を弱めることができると証言した。アコニチンは、NA チャンネルを活性化させ、 テトロドトキシンは NA チャンネルを不活化させ、この二つを同時に服用するとアコニチンの中毒作用が抑制される、拮抗作用が起こることが判明した。そしてテトロドトキシンの半減期がアコニチンよりも短いため、拮抗作用が崩れた時にアコニチンによって死に至る。これにより、神谷が妻を毒殺することが可能となった。神谷はパートに、 大学でも用いられる機材を導入し、マウスを用いて実験を繰り返した末、犯行に使用された毒薬を生成していたとされた。1994年、東京地裁は神谷に対し、休憩通り向き懲役の判決を下した。神谷は控訴したが、2審の東京高裁も1審判決を支持し、神谷は最高裁に上告。2000年2月21日、 最高裁は、神谷の上告を帰却したため、神谷の無期懲役が確定した。神谷は、後半中から、自らの無実を訴え、被疑者、鳥株と殺人事件も表していた。服役後も、仕組まれた、無期懲役、鳥株と殺人事件の真実を表すなど、改めて自らの無実を訴え続けた。1990年10月以降、 TBS テレビ制作の全国ネットビッグモーニングモーニングアイなどで連日事件が報道されていた2012年11月神谷は大阪医療刑務所で病死した73歳坊津ありがとうございます